長くなっちゃったね、はい、ではちょっとここで一通メールを読んでみたいと思います、はい、ラジオネームあやかちゃんからいただきました。あやかちゃん、早速質問です、はい、メンバーの誰かの髪型を変えられることができるとしたら、うん、誰の髪型を変えたいですか、うん、ちなみにどんな髪型にしたいですかというメールを頂きました。なるほど、うん、なるほどね、うん、髪型ね。オミ、俺もともと美容師やってたじゃん、はい、うん、だからなんかどうですか。じゃあラブちゃん2人の髪型を変えるとしたら、うん、あーでもステちゃんはさもう結構もうこういうイメージって感じ。なんかめっちゃ金髪とかもちょっと似合いそうだし、うん、昔金髪でしたよ。ちょっと前のジャニーさんとかも金髪っぽい、うん、割とそうだね。逆に俺美咲ちゃんのロングが見てみたい。髪ずっと短いよね。そうですね、ショートカットにしたのは小学校6年生の時なんで、はい、そっからずっと。そうなんです。なんか意味あるんですか。なんでなんで。いや、なんかそれまでずっと逆にロングだったんですよ、小6まで。で、ある日髪の毛が邪魔っていうので、で、切ってきたって言ってお母さんに言ってショートカットになって帰ってきて、で、案外それがみんないいじゃんみたいな感じになって。やっぱ男っぽい。男っぽいんだよ。やっぱり男っぽいんだよ。でもあんまりなんかイメージないんでね、なんかちょっと恥ずかしいですけど。慣れるまではなんかね、うん、逆に捨てちゃんもめっちゃボブとか似合いそうだね、うん、私昔ボブだったんですよ。めっちゃ似合いますよ。超似合うよね。めっちゃ似合いますよ、うん、なんか想像できますよね、うん、捨てちゃんは。私は短い方が大人に見られます。うそうかも。して坊主がいいんじゃない。んじゃあいつかいつかやりますじゃあ次のシングルで合成のシングル次のシングルのジャケットじゃあ私が坊主だったら兄ちゃんは五輪だよ。そんなのラブじゃないよ。やばいねそれ。新しいねということで、はい、まあ、こんな髪型トークをしましたけども、はい、今日はこんな企画をやってみたいなと思います、うん、女性が髪型を変えた後それは緊張のひととき、ウキウキの反面内心はドキドキ、そんなウキウキでドキドキの女性たちをスムーズに受け入れるのが真のイケてるメンズですということで長いなということでこんなことやっちゃいます。題しまして、女性が髪型を変えた時褒める決めゼリフ。来ちゃったよこれ。来ちゃいましたね。ちなみに、はいはい、女性が髪型を変えた時は分かるタイプですか。僕ですか、はい、これはね、あんまり気づかないタイプなんですよ。自分も全然気づかない。あ、じゃあそれはさ、バッサリ言ったら気づくけど、うん、なんか色変えたとかもぶっちゃけちょっと分かんない。そうだね、劇的な変化じゃないとあんまり気づけないかも。そう。でも、リュウジめっちゃいろんなこと気づくタイプだと思う。よくさ、スタッフさんとかにもさ、うん、あれメイク変えましたとかさ、めっちゃ言わない。はい、あれしょっちゅう言ってるよ。あれ実は今まで喋ってたのが全部しょっちゅう言ってるよ。しょっちゅう言ってるよ。あ、じゃあ、あんまり気づいてるんじゃないですか。気づいてることに気づいてない。うん、そう。ただの、あ、結構、そんなことない。おばかちゃんだと、さりげなく言ってるでしょ、いつも。自分でも気づいてないぐらいだから。あ、そうなんですね。いつも一緒にいる彼女とかが、イメージチェンジをして、はい。た時に、面と向かって褒めるのは恥ずかしいじゃないですか。恥ずかしいですね。僕もできないタイプなんですよ。ちょっとね、一つここで、まあ、チャレンジということで、はい、なんかこんな企画でやってみたいと思うんですが、はい、まあ、一つ目、あの一般の女性の方にあのスタッフさんがアンケートを取りまして、その髪型を変えた時に男性に何と言われたいですかっていう。なるほどなるほど、はい、はいはいはい、というところでですね、はい、一番多かったのが、あ、髪型変えたんだねっていう、さりげない人、はいはいはい、だから素早くね、こう、あ、髪型変えたんだっていう一言が実は一番嬉しいという、変化にとにかく気づいてほしいっていうことですね、うんうん、そうですね、うん、それはあります、まあ、この、あ、髪型変えたんだねっていうのですね再現しろと、おお、台本に書いてあるわけですよ。なるほど、これじゃあやってみますか。まあ、ショートコントみたいなことですよね、要は。じゃあ組み合わせを決めてやりましょうか、うん、まあ、席的にも自分の隣が美咲ちゃんなので、はい、じゃあ、うん、じゃあ、はい、ちょっと聞きたい。テーマはですね、こちらでございます。朝のオフィス、ん？朝のオフィス、そうですね。テーマ。なんだ。テーマはこちらでございます。はい。朝のオフィス掃除から気になる先輩に出会うという。いつまでも変わらない。髪型を変えた。もうビーチがいいね。髪型を変えたね。次の日の朝に早速気になる先輩に出会ってしまうという。じゃあ誰か用意したとってことですか。じゃあ朝のオフィス掃除から気になる先輩に出会う編です。どうぞ。
昨日ちょっと DVD 夜まで見ちゃったから眠いな。あ、リュウジ先輩のゴミ箱いっぱいになってる。あ、おはようございます、リュウジ先輩。おはよう、みさきちゃん今日かわいいね。あ、ありがとうございます。いやー、昨日飲みすぎちゃったね。本当にね。飲みすぎたんですか、大丈夫ですか。いや、一緒に飲んでたじゃないですか。そうですね、昨日の、はい、ベロベロになっちゃって、みさきちゃんにもうぶん殴られちゃってるって。あ、本当ですか、ちょっとボケ腫れちゃってるんですけども。あれ、髪型変えた？カット。カット。もう茶番にもなって。茶番だよ。茶番。もうよくわかんないことになっちゃいましたね。まあでも入り方再現なかったね。だいぶ。だいぶ。あ、髪型変えたんだねみたいな。まあこれでも、まあ、よかったら女性陣もいるってことで。あ、違うか。今のマイスさんの採点するんだ。そうです。テストマリどう今の。会話のその飲んでた飲んでなかったのと、それはもう関係別として、会話の中に俺髪型変えたのに気づきましたよっていう感じじゃなくて、さりげなくこう流れで言ってくれた感じはすごく嬉しいですけどね。意外と高得点。意外と意外とめっちゃ的確ですね。本当に。なんかこうあからさまになんか俺気づきました、可愛いって言いますよっていう構えがない感じはいいですね。でもなんか出だしから可愛いねっていうのはなんかちょっとチャラい。あチャラいな。チャラいですね。そこはいらなかったです。でも最後の方は良かったですよ。やるね、だいぶ。じゃあ次行きましょうか。はい。では二つ目。どの髪型でもいけるんだねという。なるほど。感じに。ベースね、これ。もう、もうベースがいいんだけど、もう何でもいけちゃうみたいな。無難なタイプね。無難なタイプ。どの髪型でもいけるんだね。なるほどね。そう言われると、あ、いつも私のことを見てくれてんだねみたいな。何でも似合うんだねみたいな。うん。嬉しいか。まあじゃあ、さっきは自分と美咲ちゃんペアがやったんで。はい。じゃあ、オミステファニーペアで。はい。なんかテーマあります？で、テーマは、はい、気になる部下からコーヒーを受け取る。っていうテーマでいきましょう。これ BGM がこうやばい。爽やかだね。トレンディーなんだよね。BGM がちょっと。じゃあいいですか？はい。いいですか？はい。じゃあいきます。テーマ、気になる部下からコーヒーを受け取る。いつの日よ。ヒロミ部長、お疲れ様です。あ、お疲れ、ステちゃん。お疲れ様です。なんかちょっと顔が疲れてそうなんで、そうなんだね、いつもブラックだったと思うんですけど、今日は微糖を買ってみました、うん、コーヒーどうぞ。あー、ありがとう、ステちゃん。本当に昨日飲みすぎちゃってさ、本当に酔っ払って美咲ちゃんにぶん殴られちゃって。あれ、そうなんですか。ちょっとね、顔が腫れてるんだけど。なんか違う部長も言ってたな、うん、あ、そういえばステちゃん、はい、結構思いっきり丸刈りにしたんだね。どの髪型もいけるんだね。嘘でしょ。丸刈りなの。カット。私丸刈り嫌いじゃないですか。もう今日はポーズとかなんか。ポーズも似合うということで。なるほど。新しい茶番ですね。茶番ですね。とんでもない。いや、美咲ちゃんどうですか。どうでした。とんでもない茶番でしたけど。どうよ、どうよ。いいんじゃないですか。丸刈りかまあどうかわかんないですけど。うん、まあ丸刈りに。どうだろうな。丸刈りにしてでもこれぐらいさりげなく言うみたいな。なんかさりげなすぎる。どう変わったかっていうのを言ってくれるのはすごい嬉しいかもしれない。髪の毛切ったとか、髪色変えたのとか、あ、なんかその色いいねみたいな感じの、何でも似合うんだねって言われると嬉しいです。今回丸刈り丸刈りでしたけど。多分俺が思うに同じオフィスだと思うんだね今の。そうですね。2組とも。そうですね。一緒に飲んでたんだよ。4人多分一緒に飲んでたんだ。で別のあのね、部長見て。そう。もう趣旨が変わってます。完全に緩すぎる。で、まあこのちょっと今言った以外にちょっと他にもあるんですけども、うん、ちょっと時間があんまないので、うん、ちょっとザザッと紹介しますね。はいはいはい。まあ本当にストレートに似合ってるねとか、うん、あとは雰囲気変わるねとか、うん、こっちの方が可愛いねとか、うん、今の髪型好きだなとか、うん、などなど、うん、こっちの方が可愛いねっていいよね、うん、俺こっちの方が可愛いねって言ったことありますか、ここに。いいですね。でもそれ友達のうん、思いますけども、うん、まあ、極力僕らも今こんな企画もやったので、まあ、僕もスタッフさんとかね、接する方には注意したら、もう次だから海がバンバイしたら面白いですね。もう外れに外れまくると面白いですね。履いてないけどみたいな。今回のテーマと関係ないかもしれないんですけども、うん、まあ、男代表の石田純一さんはですね、恋愛に対してこんなコメントを残しています。
女性は笑わせた数だけ不安が減りベッドへ近づけるという名言ですね。そうなんだ、そうなんだ。どうですかこんな石田純一さんが名言残してますけど。まあでも石田純一さんだからいい、あの嫌味がない感じなんだと思うんですけど、はい、でも笑わせた数だけ不安が減るっていうのはそうかもしれないです。なんか些細なことでちょっと心配になっちゃったりとか、うん、喧嘩しちゃったことでもなんかこう話してる間に笑いに変わればどっかでなんかまあいっかって思える、ポジティブな方向に向かえる気はしますね。あのベッドは別ですね。あ、ベッドは別です。結構ねここに注目してる。そうですね、いつ来るんだろういつ来るんだろうベッドは別ですか。そうですね、 あんまりこうラブでこういう暮らしなんですけどでもそこはまた別ですよくだらな話しましたけど